国道2号線からですね、夏になれば鈴木商店ですよ。鈴木商店からですね、あの道をずっと上がってきたところ、江南大学のこの裏手になりますね。このマンションなんです。でもう見えへんのだけど、向こうから1番2番なんですよ。でここエクセル岡本、岡本エクセルか、岡本エクセルというマンションになります。1969年に建築をされて、総戸数49戸ということになってますね。でもうすごい山の上ですよ、この見てもうたら分かりますけど。でねえ、ごっつ高級な、周りの家もね、これ上がってくると見たんだけど、高級な家ばっかりでね、ポルーシェとかね、そんな車ばっかりなんだけど、もういかにだから山の上かっていうのをよく分かってもらいますね。当時この上なんか家なかったと思うんですよね。でこれスロープなんかもなかったっていうふうにね、これもスロープはなかったって大規模修繕をしたんだということなんですけども、ここへですね、8月8日の昼にですね、パレスホテルで拉致をされたキム・デジュン氏が、クリム色のスカイライン2055も2077でですね、8月8日13時19分に出港してます。でそのままここへ来るわけですよ。これ庵の家というふうに言われてます。で横浜領事館の副領事劉翼本さんの車が使われたということも判明をしてますね。もう判明する前にもちろん出国してしもてるんですけどね。で東名から名神を出てですね、で大津から降りた、で神戸の韓国領事館が持ってたマンションやということなんです。名前はですね、今はそれ、これ韓国領事館が持ってるんじゃないと思うんですけどもね、それは分かりませんけども、で庵の家に1時間ぐらいしかいなかったというんですが、多分ね、こっち側からね、あれ行き止まりって書いてるけど、こっちから駐車場行けるんですよ。さすがにこの真ん前から連れて入ったと分かりに思いがたいんですよね。だからこっちから駐車場にこれ入れるんですよ。ところがね、こう狭いです。中見に行きましたけど、もう中へ車入れたらですね、もう切り返し切り返し切り返し、何回も切り返しをせんと出られへんような、まあ誰も車入ってなかったら出れるんですけどね、それから普通に車が入ってて、そこの1台だけ空いてる状態であれば、もうなかなか出られへん、入れられへんというような場所やったんですけども、でですね、途中道を聞かれた人物がいます。日本道路公団大阪管理局交通管理省の職員が道を聞かれてますね。で302号室で、これ庵さんが使ってたというふうに思われてるんですけど、そうじゃないです。これ牧さんって読むかな、まだ漢字を書きますけども、この領事が使ってた、その運転手を庵さんという方がいてたんですよ。でだからその庵の家というふうに言ってたんです。家いい言うから戸建ての家かなと思ったら、このマンションなんですよね。で事件直後にもちろん皆さん韓国へ帰国をなさってます。地下1階の6階建てですね。ここのほんまに、まあここから見えませんけど、302のね、こっち側なんです。で住んでる人はいてるし、今管理会社が当時からですね、もう3回ぐらい変わってるっていうふうにおっしゃるんですけども、そういったところでですね、まさにこれが事件の現場やったんで、1時間ぐらいしかおれへんかったって言ったって、わざわざこんなね、あの出っ張りみたいなの、ちょっと出てでしょ、あそこなんかはですね、応接セット置いてるんですよ。当時でもすごい高級なマンションやったということは分かりますけども、そこをですね、人に会うか分からんわけでしょ、3階までエレベーターで上がってたら。それをようこんなとこでわざわざここへ休憩に入ったなというふうに思うんですけども、まあ一応体は縛られて運動靴に変えられて、現金とかパスポートとか時計とか全部奪い取ったって言うんですけどね、ようこんなとこへね、何のためにこう1時間だけでもこう連れてきたんか、しかもこれ白昼ですからね、なんか意味がようわからんのですけど、だけどまあ庵の現場でございます、庵の家でございました。